減量も順調に進んでいて、コンディションはとてもいいです。ロード FC は日本の選手の間でもとても人気で、グローバルトーナメントも行われるので、とても楽しみにしています。ヤン選手6連勝中で無敗なんですけど、今回が MMA で初の敗北になると思います。片手を縛って戦っても勝つって言ってたんですけど、その傲慢さを僕が今回壊してやろうと思っています。ヤン選手がこれまで経験したことない打撃だったりグラウンドのテクニックを使って僕が勝ちます。でそして私が日本代表としてグローバルトーナメントのシード権を奪ってやろうと思います。そこはさすがに比べ物にならないぐらい僕が強いから、グラウンドにしてくれるんだったらもう来いよって感じで、楽しみですね。それはでも全然打撃でもやりますよ。ヤン選手覚悟しててください。今回初めての負けになるし、俺がこれからロード FC でも活躍できる選手になってきたいです。僕はこれはある意味最高の誕生日だと思ってて、試合に向けて頑張ってる状態で迎える誕生日なんで、あとは勝って最高の誕生日にしたいんで。 Your 시미사오겠습니다. 응원해주세요.